どうもありがとうございます。今ですね、久しぶりにこんなん見ましたね。お父さんが、タバコで吸ったセブンスターの秋柄で作った、傘と、そして大阪城の天守閣いただきました。こんなん久しぶりです。ありがとうございます。こんなんね、何本あってもね、あの玄関に飾ってもいいですからね。はい、ありがたく頂戴いたします。ありがとうございます。ほんでな、今日はな、あの聞いてほしい、あの探してほしい、あのアーティストがあんねんけどな。何や、言うてみんよ。いや、おかんが昔好きやった歌手でな、めっちゃ好きやってんけど名前が分からへんって言うねんな。何や、めっちゃ好きやのに名前が分からへんって一体何やねん。いや、ほんでちょっとな、一緒に考えてほしいねんな。よし、分かった、考えたろ。な、言うてみ。あんな、おかんが言うには、それは、外国の、歌手で名前と名字と合わせてMJ って言ってるらしい、ね。このマイケル・ジャクソンやないか。マイケル・ジャクソン、訳して MJ。もうこれ決まりやがな。それ分かりやすいな。これで話決まり。もう MJ で、マイケル・ジャクソンで決定。いや、俺もな、そう思ってんけどな。違うねんな。何が違うねん。何が違うねん。いや、おかんが言うにはな、なんか真似するところがないらしい、ね。な、マイケル・ジャクソンとちゃうやないか。マイケル・ジャクソンぐらい真似のしやすい歌手はおらんからね。何とってもマイケル・ジャクソンは真似しやすいとこばっかりやん。ほな、マイケル・ジャクソンちゃうやないかい。せやねんな、分からへんねんな。でな、おかんが言うには、マイケル、その人は変わったペットを飼ってるっていうねんな。猿やったかな、なんかそんな飼ってんらしいねんな、ペットでな。ほんだ、マイケル・ジャクソンやないかい。マイケル・ジャクソンの飼ってるペットといえば、チンパンジーのバブルスくん。もう、それ決まり。マイケル・ジャクソンしかおらんから。はい、マイケル・ジャクソンで決まり。俺もな、そう思ってんねんけどな。わからへんねんな。何がわからへんねん。ほんまわかりやすいことないやろ。マイケル・ジャクソンやな。そう思うねんけどな。わからへんねんな。おかんが言うには、その人が歌を歌うのは難しい歌があって、なかなか覚えにくいって言うねんな。なんそれ、マイケル・ジャクソンとちゃうやねん。マイケル・ジャクソンほど分かりやすい曲ないからね。真似しやすいから、真似もしやすければ歌いやすい。それがマイケル・ジャクソンの、なマイケル・ジャクソンちゃうやねん。せやな、それが分からへんな。何が分からへんねん。もう一回ほら、なんかもう一個なんか言ってみ。おかんが言うには、その人は前に歩いてるように見えて、実は後ろに下がるっていう、なんかけったいな歩き方するらしいねんな。それほんなマイケル・ジャクソンのムーンウォークやないか。マイケル・ジャクソンと言ったらムーンウォーク、もうそれセットやからね、決まっとるからね。マイケル・ジャクソンで決まりやから。はい、決定。でも分からへんねんな。でもな、おとんが言うには、それは俺の知ってる演歌歌手の松田重吉ちゃうかい、言うてん。それは絶対松田重吉って誰やねん。いや、ま、略して MJ やけど、それは絶対違うやろ。どうもありがとうございました。